はい、やっていきたいと思います。挨拶していきましょう。こんにちは、こんばんは、おはようございます。アーカイブで見てる方、今何時でしょうか、わかりません。夢を追い続けて29年、バーチャルシンガーソングライターの夢追いかけるです。よろしくお願いいたしまーす。ということでね、センシティブな始まり。あれでしょ、ネス君がね、ちょっとね、そうなんですよ。もうね、前回の、配信からですか？もうネス君がね、なんかちょっとグレちゃったのかわかんないんですけれども、もうずっとね、服を着てくれなくて。まあでも、そういう時って、まああるよね。生まれたままの姿になりたい時って、まああるし、なんかね、まあでもそういうのってなんかこう、あるけど発散するんだったらできればプライベートな空間でやってほしいなっていうね。ここは配信中ですから、配信ってのは僕はこの公共の場だと思っておりますから、そういうところはちょっと大切にしていきたいな。 TPO ってやつをね、大事にしていけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、わけのわかんないこと言ってないでさっさとゲームを説明していきましょう。ということで本日やっていきますのは配信9回目、マザー2ギーグの逆襲でございます。移動靴を照らす効果が、ああ、やだ、やだ、かけるは20万の経験値を得た。かけるのレベルが79になったわ。PP、え？最大 PP が一気に355アップ。そして最後に PK ペレポートベータを覚えた。ということでね。隠された力のすべてをかけるは自分のものにし、これ覚醒するんですね。マジカントで、悪しき自分の邪悪な心を模した者と戦うこと、そして打ち勝つことによって、自分のすべての力を手にすることができると。ね。なんか人間の脳って、なんか実は使ってる領域がもうほとんど3割に満たないらしいですから、もう完全にネスはね、その10割の脳の制御を取り戻したのかもしれません。進化した人類。かけるの心の中の国、マジカントは消えた。聞くと思う、ああ夢をだけ。お前だけだ。ああみんな仲間割れしないで、やめてやめて、うわよし、夢行こう、頑張れお前が。オッケー、行こう。今のうちにポーキーの住所でマハピザ頼むか。悪すぎるんだよな、提案が。家帰ろっかな。家帰ろっかな。大丈夫かな。よし。オッケー。ジロリンが、とりあえずレンダル倒せそうな気がするな。パラライシス。今まで聞くやつ、強くね？今まで数々の痺れ攻撃を避けてきた。今まで数々の痺れ攻撃。わかる、帰るよ、じゃあ。もうしょうがないな。帰るよ、じゃあ。しょうがないな、もう。帰るよ、じゃあ。みんなくたばれ。見れなかった。ゆめ子、バイバイ。さらば。いや、ここから A ボタン連打すればいけんじゃないか。こいつそんな多分状態異常とかないし。いけるいける。よし。うん。オッケー。ちょっとお父さんにも寂しそうだから話しかけてみるか。もうお父さんはね、もうお金の話しかしてくんないのよ。ほんと。お父さんはね、いくら電話しても寂しくなって。もうお金の話しかしてくれない。悲しいことだよね、ほんとに。ちょっと自宅の電話からさ、ストイッククラブかけようぜ。自宅の電話からさ、ストイッククラブかけて、ちょっとお母さん不安にしようぜ。かけるはね、こんな大人の店に出入りするようになっちゃったんだよ。お母さんがしばらく見ないうちに。ごめんな。違う。これで、待って、お前の方が早いのか、てか、あ、それやりしてない、あー、バカたれー、そうかー、お前が一番早いのか、それは聞いてなかった。とりあえず、さよなら、親友たち。すごいさらっと言ったんですけども、
なんかね、多分そういう目で見られ、カプチューなのかもしれない。ジェフはカプチューなのかも。旅の途中、ずっとジェフはそういう目で僕たちの、かけると、ゆめこのことを見ていたのかもしれません。はい。ということで、かける、私を送っていってくれるということで、これは二つ返事で OK しましょう。奇跡だ!君たちの勇気が起こした奇跡だ!こんなめでたい日には、別に大木戸のモノマネをしてもいいんじゃないかと思い始めたんじゃ。わしは今までの一生分の涙を流してしまったよ。ギャラドスの波乗りのようじゃな。ピッピカチュー。4人の子供たちと1人のおじさんで地球を救う、そんな話もありかなと思って。いやでも優しいよね。すごく優しい考え方だなと思います。ポーキー兄ちゃんからかける宛ての手紙が届いてたんだ。スタンプもないし、郵便屋さんが来るような時間じゃないし、でもとにかく持ってきたよ。ここまでおいで、お尻ペンペン。だって、どこにいるんだろう。To be continued. はい。というね。次に続く、みたいなやつですね。これね、いわゆるね。ポーキーがね、手紙を出せる。つまり、過去の世界的なところから、どうやら戻ってきたらしい。っていうね。そういう終わり方なんでしょうね、おそらくね。これも続かないよな、今ボタン連打してるけども。はい、ということで、長々とありがとうございました。そしてね、後半だいぶ私の滑舌がちょっと甘々でしたが、皆さん耐えていただけましたでしょうか?お水飲みます。はい、ということでね。いや、すごいゲームですよね、本当にね。演出面がね、こんなの、ドット絵でね、ドット絵とね、この、あんまりこう、音数が今みたいにたくさん使えるわけではない BGM で、プレイできてよかったです。楽しんでくださって本当に皆さんありがとうございました。初見さんいらっしゃいましたらぜひチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価よろしくお願いいたします。最後にスーパーチャットだけお読みして、終わりにしていきたいと思います。まあ、告知はね、たくさんあるので、ツイッターの方を見ていただくという形で、もうね、時間も遅いので、さらっとスーパーチャットだけ読んで配信の方を終わりにしていきましょう。僕の子、か、は、いい、で、しょ、さん。ということで、またお会いいたしましょう。お相手は、バーチャルシンガーソングライターの、夢追いかけるでした。またねー。バイバーイ。